気になりましたね、皆さん。本当ですよね。私たちオリジナル曲やってるんですけど、秋の曲、唯一あったんで、ちょっとやってみようかなと思います。秋の曲なの？え、知らなかった？知らなかった。マルベロの花って秋になるとね、咲くんですよ。あれ、今更ですか、ちょっとかなり乱れました。今これ飛ばすもの曲収穫祭ってことになる。
曲がりたくなる曲です。秋です、秋。もう次の曲は超秋です、超秋です、超秋です。メンバー知ってますね、これ超秋っていうのは。あ、でも違う、これね、超秋じゃなくて、やや、あ、秋シリーズでなんか怪しい感じになってきましたね。私の一番好きな秋の曲です。では参りましょう。
2回だけ言ってたんですよ。一番聞かせたいところの歌詞はした間違いです。これホラーなんですけど、 お部屋は北向き曇りのガラス、お部屋は北向き曇りのガラス、スローな目の色溶かしたミルクっていう風なんですけど、こう結構怖いですよね。いや、暗くないですか。お部屋は北向き曇りのガラス、スローな目の色溶かしたミルク、わずかな隙から秋の風。そうだってあれでしょ、一番はだ目隠しおにさん手のなる方へ、澄ましたお耳にかすかに染みた、何が染みたんだみたいな、これ一番あのあれが、そうですね、問いかけてもそれそのありがとうございます。秋の収穫祭なので秋の曲一曲ぐらい入れときたいなって、で私は一番秋の曲で好きな曲、本当はね、ジャズのオータムリーブスとか、あとフライミートゥーザムーンとかね、やりたいのは山々なんですが、許していただけないので、はい、そうなんですよ。次の曲はですね、ホラーな曲で、愛の棺っていう、愛はそうですね、愛は私の愛と愛情の愛とかかってますから、棺は、棺桶ですね、愛の棺。これ昭和歌謡をね作りたくて作ったんですけど、なんかムードラテンみたいな感じになっちゃって、それなぜならばドラムの高須さんが、ラテンバンドをやってるからではないかと私は思ってます。だから気づいたらなんかね、いや、なんかね、まあこれは聞いていただければ分かりますよ。では、これもですね、秋の歌というか、ちょっと空にこう月がね、スーパームーンでしたっけ、この間ね、スーパームーンみたいな月が出てる情景を思い浮かべて。Thank you.
前が変だね。なんだ？何？巻くやつ、あの顔がついたやつ。ミンク？ジャズですか今。ジャズ風ってやつですね、多分ね。ラテンジャズ風です。じゃあ、今日ね、秋の収穫祭ってことで、この後、食べ物の歌が続きます。マシュマロって皆さん、食べますか？あんま食べないですよね、大人はね。あのよく焼いたりしてあのキャンプ行ってこうおしゃれな人たちがそういうことやったりしてるんですけど、私はですね今流行りなんですよね。そうそうそう、マシュマロね。そう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 、マシュマロですよね。聞いてきたんです、マシュマロだった。栗をイメージしたんですけどね。秋の収穫祭です。ありがとうございます。では、マシュマロいきます。振り返りたか
なかなか食べないと思うので、今日はお店の人に許可を受けてですね、たくさん買ってきました。生姜焼きとか、生姜焼きとかね、美味しいですよね。いいタイミングです。では、残り、あ、これ最後に遅くなった。失礼しました。じゃあお正月にまた良いお年をみたいな、そういう感じですね。あ、とりあえずひとまず終わってみますね。何かあれば。その後で、はい、じゃあ神社神社リンダリンダ神社神社、はい、ちょっとやりづらいな、リセットセット、失礼しました、大丈夫、今のカット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  Thank you.
本当に本当にね、先ほどこう小馬は引けんのかとマシュマロを配りに行った際にですね、ひっそりと言っていただきたいんですけど、なかなかね練習しとけばよかったですね。小馬先生の曲はですね、ちょっと譜面を見ないと弾けないんで、次までに弾けるように練習してます。ちゃんちゃんちゃらららなんでしょ、なんとかなんとかドラムソング。ダララ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 ラあれね、むちゃくちゃ印税もらってるでしょうね。むちゃくちゃかかってますもんね、そこら中で。あれは多分もうボロ儲けですよ、あんなに何回もかかったら、はい。で、最後の曲はこれどうしようか、誰か汗を拭いてあげる。暗い曲いきます。私たち暗いバンドなんですよ。過去が生まれる瞬間、皆さんこうある日突然過去に、あ、今なんか過去になったあの男みたいなね、こととかありませんか。あ、今なんか過去になってったみたいな、あの男みたいな、過去になった瞬間を歌った歌です。過去が生まれる瞬間、そういうことがね、私にも若い頃あったんですよ、まだ、今より10キロ以上痩せてた頃の、はい、素敵な思い出が。